三浦重成は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。後に、下佐三浦藩と称される藩の初代藩主となった。はじめは、佐原氏で源の頼朝に仕えた佐原義綱の末裔と称する。父の佐原作絵衛義成は、天正十八年の小田原征伐で、本田忠勝に属して従軍したが、五月二十日の、 岩月城攻撃において戦死した。重成は徳川家康の故障を務めていたが、家康の命によって名字を三浦に改めた。天正十八年八月、家康が関東に入国すると、父の先行によって、下佐桜領に一万国が与えられた。桜氏によれば、企業割が行われたのは、天正十九年で、か佐国大網、本納様及び、 下佐国桜で一万国が当てがわれた。なお、中村隆や徳川家康の研究では、桜に封じられた人物の名を、三浦健持義次としている。文禄四年に、豊臣秀吉によって、従法医した健持に助任され、合わせて豊臣姓を与えられた。慶長五年の関ヶ原の戦い後、大見国アサイ軍で三千国を数をされた。 中村隆也は、この際に、大海に違法されたとするが、カ佐国の所領との関係も続いている。茂成は、当初男子に恵まれなかったため、安倍政次の次男茂月愚を、婿養子用紙に迎えた。その後、慶長10年に、茂成に男子が生まれたため、茂次には、大海の所領三千国を分与して、別家を建てさせた。慶長二十年、 源ン元年の大阪夏の陣の際に茂成は病気にかかっており、代わって茂次が出陣した。茂成がいつ没したか、茂勝がいつ家督を継承したかについては不明である。茂勝は父の医療を継いだ後、寛永元年に15一下に除されたとあることから、茂成は、慶長末年内氏は、 元那年間には没していた可能性が高く、大阪夏の陣の際にかかっていた病気が元で死去したのかもしれない。幕府資料の本格的な編産以前に家が断絶したために、重成なりの生没年など、基本的な事項についても不明な点が多い。大名に列しているが、本拠地は、下佐国桜とも、上佐国大門と申されて、はっきりしない。下唄三浦藩は、 生による過剰である。寛永四年、大網城下にあった、興奮寺を、三浦剣持が破却したという記録がある。手を下したのは、茂成ともされるが、茂勝が、父の医療を継いでいたという寛永元年以後である。ことから、この三浦剣持は、茂勝である。養子の茂月は、寛永五年に、実家の世継ぎであった、道母兄、安倍正澄が創生したため、実家に戻って、 着手となり、安倍正嗣の家を継ぐこととなった。なお、茂次は、その後老中まで登り、徳川家光に順守した。茂次の次男正春は、当初三浦姓を称したが、後に安倍姓に服し、実家を一時期継いでいる。寛永八年、茂勝が病没して、三浦剣もつけは、無継ぐ断絶となった。茂成には、茂政という次男もいたが、 安倍ビ中主家臣となって代々続いた。また、重成の弟、サハラ勝の系統も、安倍ビ中主家臣として続いている。重成の別の弟の4男、サハラノの系統が、幕府旗本沢原家として存続しており、関西重修書家筆の三浦健も家のまとまった情報は、旗本沢原家の帝府の参考情報として、 安倍ビ中チ主家臣三浦家の敬譜を参照した上で載せられている。ありがとうございます。